つけるの忘れてしまいました、はい、曲を吹くには、はい、ここの音域が出せるようになると吹ける曲がいっぱい出てくるからでね、ホールニューワールドも今日持ってきてるんだけど、ここの音域がいっぱい出てくるからね、あそう、あの一応ここからここまで出せるようにっていうことをちょっとやりたいのね、はい、はい、で真ん中のドの音ね、中指のドの音さっき、はい、ね、そう、その上のレの音なんだけど、低いレの指覚えてる、ね、そうだよね、はい、そしたらレの高いレを出すにはこのね親指のここを押せばいいの、はい、タマさんここだけちょっといいですか、ここの部分すいません、はい、ね、ここだけで、ここが浮いてる状態じゃなくて、ここ痛めちゃう人多いから気をつけてね、うん、ドのところの、あ、どうだって黒いところに、はい、あのまず親指のへがしっかり乗ってること、うん、ちょっとこう親指を押さなくていいから乗っけてみて、うん、そうだね、関節にこう乗っかってるような感じね、はい、そうそうそう、うん、でこの今日は初めてやるけどこれね、うん、これを押したり取ったりしてみて、うん、そう、その時に親指がここの黒いところに必ずいること、はい、うん、ここにいて押す取る押す取る押す取る、そう、この動きになるようにしてね、はい、うん、そう、これがこういう風になっちゃったりとかこういう風になっちゃったりとかしないように、うん、じゃあまずどの音吹いてみようか、はい、中指の音押さないね、これ押さない、はい、押さないって言った時にほら今ずれちゃったでしょ、あ、うん、そう、ここのオクターブキーっていうんだけど、これはもうこれからずっと使うのでかなり必ず乗っててください、分かりました、押さないようにね、はい、そう、それがまずどの音か、そうです、 OK、 そしたらレの音ね、レの指にしてなおかつ親指を押すと、はい、うん、すいません、いいよ、あ、いい音、しっかり鳴ってるね、 OK、はい、これがレの音です、うん、あ、結構出しやすい、出しやすかったね、うん、低音よりもあの高い方の方が少し楽だと思うから、そうですね、うん、あの低い音はツボがあるからだから難しいのね、ちょっとね、あ、うん、でかほちゃんちょっと口が固めだから、うん、でね、高い音の方が口が少し固めなの、うん、だからあの高い方の方が吹きいいのかもしれない、確かにそうです ね、 ね、うん、ちょっと締めないとならないから逆にね、はい、じゃあミの音、ちょっと待ってください、うん、これですね、それはファでした、ファファミ、ミ、そう、ミの音ね、はい、だからミの音もこれに上を押してください、はい、うん、ファファ、はい、ファの音、指一個取って、はい、はい、口がやっぱり少し緩んでくると音程が下がってきちゃうのね、はい、だからその音の時グッともうちょっと絞ってください、うん、オッケー、もうちょっとだね、上の歯もちょい、はい、あ、近くなってきた、もうちょっとね、噛むっていうかギュッて絞るような感じがしていいかな、はい、うん、そう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 、ここだとするとローってこうなっちゃうのね、うん、もうちょっと高いところにあるから、はい、口ギューッと締めて、3、はい、そういうこと、オッケー、はい、C、はい、はい、また上、3、はい、噛んで、3、はい、からね、最後どの音、はい、3、はい、あ、もっと噛まないと、はい、うん、3、はい、はい、近いとこまで来たね、 OK、 はい、というわけです、あー厳しいですね、まだ私には、うん、でも初めてにしてはとってもよく出てる、いいと思います、ありがとうございます、はい、ここからね、はい、うん、レの音から、親指ね、今日は正しい指ね、
うん、という感じ。で、ということは結局親指を押すか押さないかでこっちは一緒なのね。はい、うん、高い方も低い方もだからもうすぐここまでの音域が増えてしまう。あ、指だけどね。いくほどかほちゃんの癖はちょっと口が緩んでしまうから、うん、高いければ高いほど、口を少し何力入れてね。はい、うん、力を入れる。まあかっこ噛むって感じね。あ、うん、噛みすぎると結局リードが潰れちゃうからさ、息詰まっちゃうからね、はい、うん、力を入れるってことと、うん、で絞るって感じでイメージするといいと思うよね。わかりました。うん、はい、で高ければ高いなと。そうなるからね。うん、これで多分かほちゃんは少し音域が広がったので、うん、はい、もう一回だけやってみるね。レの音ね。はい、はい、親指を押したレの音です。はい、3、はい、使える音域の中で一つ曲を吹くっていうことはね、今ここの中だけじゃちょっとできなかったのね。はい、うん、だから今日はこれをまず広げました。はい、うん、なのでこれをちょっとレは単発で出すの難しかったよね。難しいですね。うん、そうだからレの練習はファーミーレで練習してくれればいいから、はい、うん、そしたらあとは上をずっと今みたいに4拍ぐらいずつ1、2、3、4って数えながら、うん、伸ばす練習をしてもらえるといいかな。はい、はい、で一つはちょっとね今日やってないんだけど次回やる一番大事なところドとレのねこの連結ね、はい、うん、ここがちょっとサックスは非常に難しいので、うん、ドからレっていうのを次回課題でやるから、うん、とりあえず親指を押してからレの音を吹くっていう風な感じで練習してくれればいいからね。はい、うん、はい、 OK です。じゃあ吹くのは今日それで一応おしまい。はい、うん、そうね、それで、ごめんね、かおちゃんねネックはこういう風にねあんまりいじらないの。あ、うん、吹いてる状態ね、こうなってるでしょ、はい、うん、この状態からぐるって回すことはしないまんまこの状態でキーを下にしておけばいいのね。あ、うん、そうそうそう、はい、ここがこうならないように気をつけてくださいね。うん、はい、でかおちゃんなんかディズニーがこの前話してた時に好きだって言ってたでしょ。大好きです、うん、で一応大好きだって言ってるホールニューワールド、これ一応この楽譜です。ありがとうございます。はい、で来できたら、あ、もうあれですけどね、あとは話になっちゃうの、この曲わかる、知ってる、はい、知ってます。これいいと思います。美女とやつ本当大好き、大好き、これいいよね。これだから伊藤さんとかが伴奏吹いてくれたらこれが一番やりやすいと思います。セリーヌ・リオンなので、あ、そうだったっけ、はい、はい、セリーヌ・リオンが歌ってるので余計に好きなんですけど、あ、好きなんだ、本当これは、は
あのほらリサイタルの時にさ、りなちゃんが覚えてますね、吹いたでしょ。りなは確かフルートですよね。そう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 、ああいう感じで、例えばね、ギターで弾いてもらえればこれいけると思うよ。ほら、これはずっとやってたやつじゃん。そうですね。これちょっと吹いてみ。いいんですか。うん、あ、それファですね。すみません。はい。ミソ。そう。あ、それらですね。ミソ。ミソシド。はい。はい。それをずっと弾いてたまま吹くね。あ。ございます。あ、もうちょっとだった。はいはい、あ、そうした。あ、で、ファに落ちてごらん。はい。味噌汁とか。になるのかどうなのか分かんないんだけど、はい、私が今日あのかほちゃんに今教えてたところまでのことを生かしてやるんだったら、できるんだけど、例えばほら今日やったのがレの音だったでしょ。レから上の音でしょ、はい、ドレミファソってこうなった時に、さっきやった一番難しいドとレのところのね連結があるから、それ次回の時にちょっとやってみようかなと思うので、うん、そこが出てきてます。はい、これはここまで。はい、うん、ここからここまで。だからこんなの自分でさ、音をほら読んで吹いてみればいいでしょ。はい、うん、もう全部出る音だから。うん、大丈夫そうですね。ね、はい。で、私としては、あ、これはいつかおじさんのまま知ってる？白雪姫ですよね。そう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 、これもそう。で、今日さバッてあげるけど全部やろうとしなくていいからね。はい、なんかあの私が思うに、第一希望、うん、そう、この辺がやりやすいと思います。はい、だからこの辺はちょっといつかいつかやるっていう感じ。はい、1年後でもいいと思うしね。じゃあ高3になってから、高3になってから、あ、そうだね、はい、春ぐらいから、うん、春ぐらいからやりましょう。はい、で一番はこれがいいと思います。タラララララララ、知ってる？知ってます。ディズニーですか？これはね、ディズニーじゃないですね。あ、違いますか？そう、うん。だけどこれくらいだったら今やってる音で全部できます。ただ低いレの音が出てきてるから、ただこのレが出ないかったとしても、うん、タララでも大丈夫だから、これが一番やりやすいと。うん、もしくはこれを1オクターブ上げちゃえばいいから、全部親指を押して吹けばいい。今日やったちょっと楽だった方の。そうですね、それ親指を押して、このレソファソラミラってやっていけば大丈夫。はい、うん、だからちょっとさ伊藤さんと相談してみるから。分かりました。ね、うん、どういうことでできるかっていうのね。だからあと次回のレッスンの時にどれか やってみたいと思うから、かほちゃんなりにどれかやってみてもいいよ。はい、うん、あのやっちゃダメって言わないから、でこっちはちょっと保留ね。はい、うん、です。あ、うん、ありがとうございます。今日の親指をやったこのこれを使うっていうことがあるから、わからない指使いのところはこれと一緒にさ、あのほら運指表っていうのもらったでしょ、最初の時に沢さんからもらったの、指使い、サックス内がいっぱいあるやつ、 あそこに書いてあるから、はい、あれを見てちょっとやっていく感じかな。はい、はい、です。 OK、 じゃあ一応今日はこれをあげます。ありがとうございます、はい。